和やかな話し声が聞こえる？野原ちゃん、いつものお魚のところでジュースを買ってきてくれる？紙パックの緑の小さいジュース屋さんよ。多分自動販売機のことですね。このお金を入れて好きなジュースのボタンを押すのよ。わからなくなったら周りの大人の人にお願いするの、できる？かわいすぎか、野原。相変わらず元気でかわいいお孫さんですね。ええ、とっても。いつまでもあの子のそばにいたいわ。編みかけの編み物と毛糸がいくつか入ってる。クレヨンとかよし。で、多分さっきのところに戻ると何かあるはず。緑のジュース屋さん、どれにしようかな。いつも同じのしかないの？いちごの絵のジュース、これがいいの？これ、ドロドロ 例のドロドロいちごじゃないかな。もしかしたら？野原はもうお姉さんだから、大きなジュース屋さんでも買っていいのよ。今日はいないか？あれ？あの子って確か？普通に会話もしたことあるっていうことですよね、二人。ねえ、どうしたの？ジュース買えないの？野原お姉さんだけど届かないの？届かない？ああ、ボタンまで手が届かないってこと？そうなの？ジュース飲めないの？どれがいいの？いちご。これかな？ドロドロいちご。すごい名前だな。はい、いちごのジュース。俺も試しにこれにしてみるか。これでデビューしたって感じですかね、トウヤくん。ドロドロいちごデビューみたいな。お兄さんもここでジュース飲むの？うん、そうする。野原はね、ジュース飲んでお魚見るの。あとね、野原はもう3歳のお姉さんだから、ちゃんと座って飲むのよ。偉い？かわいすぎる。かわいすぎるでしょ。これずるいわ。なあ、開けてあげようか？とっても美味しいの？変な名前だけど結構美味しいな。お兄さんもお腹痛くて病院にお泊まりしてるの？お腹、まあそんなところ。野原のおばあちゃんも病院にお泊まりしてるのよ。お腹痛いの。手術中で治してもらうの。かわいいな。手術中か？俺もあと少しで手術なんだ。みんな心配ないって言うけど、本当に大丈夫なのかな？お守りは貸してもらったけど、でもやっぱり怖いものは怖いや。
ばあちゃんがよくしてくれるおまじないなのよ。お眠の時に怖い怖いが来ないようにおでこにチューしてくるの。マジか。すげえ展開だな。びっくりした。びっくりしたら怖いのちょっと飛んでったかも。おまじないのおかげなのよ。そうだね。ありがとう、野原ちゃん。あらあら、ずいぶん仲良くなったのね。これは、おばあちゃんのおまじないしてあげたの。まあ、それじゃあ、トヤくんの怖い怖いも飛んでいったかしら。はい。おばあさんと野原ちゃん、二人のおかげなんだよ。だから俺は。そうだなぁ。なんとしてでも、野原ちゃん探さないとね。俺ちょっと泣きそうになっちゃったんだけど泣きそうになっちゃったんだけど大丈夫かな。あれ今一瞬見えたよね。野原ちゃん、実体じゃないのか、違うのか。野原ちゃん、おばあちゃんのお部屋どこですか。また来ちゃったのね。もう来たらダメよって言ったよね。でもおばあちゃんのお見舞いに来たの。おばあちゃんはもう亡くなったのよ。亡くなった。悲しいのはわかるけど、もう来たらダメよ。で、トウヤくん。それより、さっきの子、どこかで見たよな。ああ。あの子ね。前に入院していた人のお孫さんなんだけど。ちょっと。だって、トウヤくんとも仲良かったじゃない。青い目のおばあさん覚えてない？ああ、あのおばあさんの。2ヶ月くらい前に亡くなったのよ。もともと入退院を繰り返していた人だったけど。それであの子。おばあちゃんが亡くなってからも時々病院に来るようになっちゃってね。お家に連絡したこともあるんだけど、親御さんも忙しい方で、家にいないことが多いみたいなのよ。そうだったんですか？あのおばあさんが。あの子もおばあさんの家に一緒に住んでいるんでしょうか？それは知らないけど、大きなお家らしいから今親御さんとそこで暮らしているかもね。お願いがあるんですけど、そのおばあさんの家の住所を教えてもらえませんか？トウヤくん、いくら仲良くしていた人でもそれは無理よ。俺、あのおばあさんにお守りを借りてたんです。そのおかげで手術の恐怖心も和らいで、ずいぶん助けられたんです。おばあさんの大切なお守りだったのに、俺は返しそびれてしまって。今更かもしれないけど、おばあさんに返せないなら、せめてあの子に返してあげたいんです。お願いします。トウヤくん。トウヤくん、それはダメなの。患者さんの個人情報は教えられないわ。ちなみに、私たち二人でここで勝手に立ち話をするから盗み聞きしないでね。あの子のおばあさんって2ヶ月前に亡くなったのよね。お家の管理ってどうなってるのかしら？おばあさんのお家って確かバスの終点にある洋式の大きなお家だって聞いたわよ。もしかしたら借家とかにするのかもね。そのバスが止まるのってこの前道路の工事をしていた道のカフェの前の停留所よね。そうそう、終点の停留所の近くにあるらしいの。ありがとうございます。そういうことがあったのか、野原ちゃん。で、多分それで、同じバスに乗ったのかな。でね、あとね、こっちの方を見てみたんですが、
いけませんでした。まあ一応もう一回見よっか。これね、水がね、なんか浸水してきてるんですよね、こっち。なので、どこ行けばいいんだろうね。もう多分行けるとこ行ったよね。じゃあ行きますか。野原ちゃん、ここ家じゃない、病院だ。おばあちゃん、もしかして病室にいるの？さあ、引き続きですね。マジかー。でも多分ここって、投薬運送さんの時に浸水していた場所だよね。会えるか、これ。ちょっといろいろ調べながら行きましょうか。ああ、そっか。診察券みたいなやつがあればいいってわけですよね、要は。ちょっと探してみよう。あ、お借りします、ありがとうございます。ちょ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 、野原ちゃん、野原ちゃん。危なかった。でも東也くんの名前だったよね。ちょっと待ってね、これ動かない方がいいんじゃないかな。 OKOKOK。 でこれを押す。そしたら来てくれるかな、こっちに。 OKOK。 めっちゃ来てるんだけど。めっちゃ来てるんだけど。でもこっち行けますね、そうすると。あ、やばい、これやばいぞ。待ってね、これ一旦上に抜けちゃおう。ドロドロイチゴのやつ。いつから好きなんだっけ？ちょっとね、野原ちゃんの記憶も危ういですね。でも多分こっちでいいよね。この部屋っぽい。やっぱりおばあちゃん怒ってるんだ。私のせいで、私がブローチを取ったから。おばあちゃんに返さないと。これ怖いな。え、そっちに行く？行ってみよっか。おばあちゃん、この先にいるの？これは？ここバス停？そして東野くんパート、今度はここか。マスター、お先に失礼します。バイト先かなんかですかね。なあ、東野くん、お疲れ様。用事があるって言ってたのに急に出てもらって悪かったね。大丈夫ですよ、バス停目の前の、あー、あのカフェか。レトロな雰囲気のカフェみたいな、そんなような描写があった気がしますが、だったらよかったんですけどね。ちょっと借りたものを返しに行こうと思って。
土曜だから家にいてくれればいいんですけどね。そっかそっか。最近この通りで事故が多いみたいだから気をつけてね。なあ、そういえば道路拡張の時に道祖神を撤去したからなんて噂を聞きましたね。うん、そういうオカルトっぽい話怖いから苦手なんだよね。そうでしたね。じゃあそろそろ失礼します。そうだ、それでこの後。一応チェックだけしとこっか。大丈夫そう。大丈夫そうです。余裕持って乗れそうだな。じゃあ一緒のバスに乗ってたってことですよね、これ。つまり、あれ、この子、おばあさんの孫の、こんなところで会えるなんてついてるな。寝ちゃってる。起きたら声をかければいいか。バス。よかった、君。そういうこと？私バカみたい。おばあちゃん、会いたいよ。ここに来ればおばあちゃんと一緒にいられるんじゃなかったの？
やっぱり私が悪い子だから嫌いに。で、トウヤ君の方か？そうだ、俺はあの時野原ちゃんと一緒に。野原ちゃん、どこにいるんだ？これこっちですかね。あ、帽子がある。野原ちゃんの帽子。野原ちゃん、この中に。野原ちゃん、今行くからね。ノバルちゃん、